だぜ。本当の男ってやつは背中で語るもんだっていつもトメさんは言うんだ。でもオイラはトメさんの広い背中見てるとついつい飛びついて爪立てちまうんだよな。これが男の差がってやつなのか。じゃかじゃん、気になる内玉第5話は、トラの初恋、お風呂に入ろう、俗犬のおまわりさんの3本だぜ。って、オイラの初恋一体どうなっちまうんだ。